成分が非常に強く赤焦げた水が流れていたそうですね。そのためここ、これ目と名付けたそうです。ちなみにこれ赤焦げた水が流れている頃ね、ポロポロと流れる落ちる様がね、乙女が泣くようだということから、こちら乙女の涙とも呼ばれております。この滝の落差は高低差約 60m ある滝となっております。それでは一旦船反対の方も向きますので、一般のお客様もね、よろしければ写真の方をお撮りください。これ中流をね、皆様林道まで、林道ですが車で行くことができます。中流の滝壺、お風呂に入ることがねできるんですがね、硫黄成分非常に今でも強いのでね、中流もっと強くなります。10円玉入れると非常に綺麗に光るそうですね。そのためね、お肌弱い方はね、入浴ご遠慮された方がいいかもしれませんね。ただ人マニアの方ね、ぜひ一度訪れてみてください。